1月15日、FIM、国際モーターサイクリズム連盟、ヤ・ダカールラリーは、1月7日の第2ステージでのクラッシュで大怪我を負い、治療中だったカルレス・ファルコンが亡くなったことを家族から報告を受けたと発表した。45歳だった、ファルコンはスペイン人のライダーで、ダカールラリーの2輪部門にツイントレールレーシングチームから参戦。出場は2度目で、初出場となった2022年はランキング68位、アシストなしのカテゴリーでは16番手だった。普段はトライアルの練習もしており、オートバイのツアーガイドやオフロードのインストラクターの仕事もしていた。そんな彼は今年のダカールラリーで、第2ステージの 448km 地点で激しい転倒を喫して重傷を負った。現場にはすぐに医療チームが到着して、アルドワディミの病院にヘリコプターで運ばれ、その後リヤドの病院に転院、数日後にはスペインに帰国していた。しかし、治療の甲斐もなくファルコンは死亡した。ネットの声、放送も見ていないのでわかりませんし、篠塚さんの頃にテレビでお聞きしたレベルですが、砂漠だと特に高低差が何メーターとあっても景色が同じに見えて高低差に気づかずに事故になるとおっしゃっていたように思います。二輪であればそこに気づかなければとんでもない事故になることでしょうし、参加するだけでもすごい勇気だと思います。別記事によると、事故後に膜がない状態で発見され、C に椎骨、あばら骨、手首、鎖骨を骨折し、脳浮腫、脳の腫れ、を起こし、誘発性昏睡状態に陥っていたとのこと。相当ひどい事故だったんですね。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。